日本徳島県小松島市間日田町間日田町は徳島県小松島市の町名。郵便番号は郵便番号773-0024。2016年2月末現在の人口は1087人、世帯数は414世帯。小松島市の東部に位置する。南は坂野町に接し、北は大田川を境として和田島町に相対している。 道地は、かつての坂の町からの遊水地帯で、深い湿田地帯となり、人家はわずか一軒で、稲作だけが行われる探索地域であった。昭和54年に民間業者により宅地造成が行われ、全域が住宅地域となりつつある。江戸末期から明治22年の間は、長群間日田村であった。徳島半寮。農業は、米作一毛田が中心。 村内に、神社、寺院はなかった。明治4年に、徳島県、同年に、明東県、1877年に、高知県を経て1881年に再び、徳島県に所属。1889年から1958年の間は、マシンデンという大技なであった。はじめは、坂の村、昭和15年より、坂野町、昭和31年からは、 小松島市の大技。地内の水田の所有者、小作人は近隣地域の農村に居住したため、地内に集落はほとんど形成されず、高地整理や角度が行われたが、米作一毛田寺域に留まった。1957年より、現在の小松島市の町名となる。1975年の時点で人口は3人であった。現在では、 住宅地が造成され人口が増加している。また洋万業も行われるようになっている。ありがとうございます。